ロシアの M1910122mm 榴弾砲の、かく式汚染ロシアの M1910122mm 榴弾砲の、かく式汚染 M1955mm 自走榴弾砲の、汚染のイラスト米戦艦、アラバマの16インチ砲のウェディン式弾かく式汚染、かく式、または、弾かく式は、主に古装砲の汚染に使用される、閉鎖機構。 1845年前後に発明された。かくら式とは、ネジ山の一部を削除したネジである。かくら式の断面形状は、大砲の薬室側の穴と合致するようになっている。汚染に、ネジがある部分は、薬室側には、ネジは切らず、逆に汚染のネジがない部分には、薬室側に、ネジがある。形状が合致しているため、かくら式汚染はスムーズに押し込むことができ。 おおむね一六程度回転させることにより、汚染は方に固く締め合わされ、方の後部を閉鎖することができる。かくら式汚染は、金属薬莢が普及する以前の誤装法のために、開発された機構であるため、現在でも薬のを使用する方に使用されることが多い。より初期の方法では、鎖栓を使用していた。汚染の閉鎖に関しては、1872年2度。 万寿式金砕方式が開発されたことにより、より良好となった。初期の架空式汚染の弱点は、汚染の半周分しかネジが切れないことであり、十分な閉鎖効果を得るためには、汚染を長くする必要があった。この問題は、1890年に、階段段架空式である、ウェリーム式汚染が開発されたことにより解消された。ウェリーム式汚染では、 段階的にネジ径が大きくなるようになっている。例えば、ネジ径を4段階にすることにより、汚染演習の4、5にネジを切ることができ、その分汚染長が短くなった。このデザインは、現在でも薬の式の大砲で使用されている。ありがとうございます。